堺、境境、階は、生物分類の輪廻式階級分類における階級の一つである。堺の上に上階、下に赤い、下階を置くことがある。堺は、基本的階級、必ず置かなければならない階級の一つで、基本的階級の内最上位に位置するが、近年では、堺の上のドメインを基本的階級とみなすことがある。境は長らく、 基本的階級以外を含めても最上位の階級で動物界と植物界の二つのみが認められてきたに解説。この考えは現在でも一般社会では広く通用している。しかし19世紀末から様々な境が新設され、特に20世紀末以降は境分類の再編が日常的に唱えられている。和中前後の境を置くことが多いが、 分類の前提となる系統の段階で諸説あり、一致には遠い。生物は古代から二つ、植物、動物に分けられ、近代にはそれぞれが境とされたが、微生物の知見が高まってくると、三階、五階、八階に分ける説などが登場してきた。生物学が博物学に属していた時代には、博物学では三つの階が認められていた。動物階。 動くもの、植物界、動かないが成長する、もの、鉱物界、成長しないものである。輪廻も三つの境を認めた。生物学が博物学から独立してくると、生物学の対象となったのは、動物界、植物界の二界となった。それぞれの境は、以前はに分けられていたが、後に、門、動物については、植物についてはに分けられるようになった。 単細胞生物は、それが発見された時二つの境に割り振られた。運動性のものは、動物として、プロトゾア、原生動物門に分類され、藻類と細菌類は、植物とされた。しかし、多数の種が双方に属することになった。例えば緑虫や、変形菌などである。また、顕微鏡が発明されたことなどによりに解説では、説明が不十分であることが分かった。 1860年、ジョン・ホックは、動物とも植物とも取れる、原始的な生物をにまとめた。1866年、エルンスト・ヘッケルはそのグループに、原生生物、プロチスタ・界と命名し、動物界、植物界、原生生物界の3界とした。なお当初の原生生物は、新菌類なども含んでいた。1947年にハーバート・コープランドが、 名付けたを使うこともある。しかし、これらの用語はに至るまで一般に広まらなかった。また、後年5解説が提唱された後で3解説が再提唱された。この場合、原核生物は原生生物に含まれる。後に、細菌の細胞構造が他の生物と根本的に異なっていることが発見される。つまり細菌は原核生物であるのに対し、 他の生物は、深核生物である。このため、ハーバート・コープランドは細菌を分離した境に置いた。これらは当初はと言われたが、後に、モネラと呼ばれ、は、幻覚生物と呼ばれる。なお、1937年、エドアール・シャットンは、幻覚生物と深核生物の分類が根本的なものであるとして、生物を幻覚生物と深核生物の二つの上階、 に分けた。この考えが、のドメインに発展することとなる。誤解説は、九百六十九年、ロバート・ホイ・タッカーが提唱した分類法である。その分類は、栄養生産の違いに基礎を置いている。多細胞の独立栄養生物、生産者を、植物、海、多細胞の従属栄養生物、消費者を、動物、海、多細胞の腐食栄養生物、分解者を、 金、海イト単細胞生物と単純な分体性の細胞の生物は、原生生物界、モネラ界に含まれた。1 9八十年代の分岐分類学の発展により、動物界、植物界、金海の単系統性の再評価がなされた。1八十二年、リン・マーギュリスによって、それまでの植物から、すべての高等草類、菌類から年菌類、 卵菌類を原生生物界へと移す提案がなされた。ただしこの変更により、原生生物は、ますます雑多な生物の寄せ集めとなった。ご解説は、一般的な標準となり、いくらかの修正を経てでも多くの論文に採用されている。またそれはより新しい境区分の基礎となった。1977年、カール・ウーズは、ナの研究を基礎にして、 原核生物を新生細菌界と古細菌界に分けた。1990年には、真核生物と合わせて3度面接を提唱している。1984年にはレイクラが、高熱古細菌と真核生物は互いに禁煙なことを示し、高熱古細菌を古細菌から分離し、エオサイト界とした。5解説における。 原生生物というくくりは、植物、菌、動物ではない、その他的なくくりであって、分類群としては、非常に雑多であるという面がある。これに手をつけたのが、キャバリエイコールスミスである。彼は、原生生物界を、クロミスタ界、アーケゾア界、原生動物界に三分し、八解説を提唱した。クロミスタ界は、などの植物を含む、黄色植物やハプト類、 クリプト僧類などの僧類及び、それらと禁煙だが二次的に、葉緑体を失った、と、キャバリエイコールスミスが考えた生物である。アーケゾアカイはミトコンドリアを持たない生物である。原生動物界は、動物的単細胞由来のもののうち肺分割しない、生物である。この場合、深核生物は、動物界、近海、原生動物界の三つの従属栄養生物群と、 植物界、構想を含むと、クロミスタ界の二つの独立栄養生物群に分けられる。ただし、クロミスタ界には、卵菌類やラビリンチュラのような従属栄養の生物群が含まれる。これらに加え、古細菌、新生細菌の二つの原核生物の境がある。しかし、この分類は一部の専門家以外には広く使われなかった。キャバリエイコールスミスが仮定した。 進化史が必ずしも正しくなく、アーケゾア、クロミスタ、原生動物の単系統性が疑わしかったためである。実際、アーケゾアと原生動物は単系統ではなかった、クロミスタについてはもう結論は出ていない。しばらくすると、ミトコンドリアを持たない生物は、もともと持っていなかったものに加え、対価的にミトコンドリアを喪失したものもあることが指摘され、 アーケゾア界というくくりに意義がなくなってくる。また、現在から見れば逆行であるが、新生細菌と古細菌の違いは、本質的でないとの説も現れた。そのため、キャバリエイコールスミスは、アーケゾアを原生動物に含め、新生細菌と古細菌を細菌に再統合した、中性六解説を唱えた。新生細菌と古細菌は分離したままの七、解説などもあった。 リンネの2解説からキャバリエイコール、スミスの6解説までの変遷を可表にまとめる。1990年、ウーズは最近、古細菌、深刻生物を3つの基本的な系統とみなし、これらをドメインに格上げして、と命名した。この3ドメイン説は、議論を巻き起こしたが、従来の2条解説、原核生物界と深刻生物界に変わって、 境以上の分類法の標準となっている。この時、ウーズは 16S な系統解析に基づき、古細菌を有利古細菌界とクレン古細菌界の2階に分割している。また、レイクラは、新調因子の系統解析に基づき、古細菌類は、より基礎的な古細菌界、イコール有利古細菌と、深核生物に近いエオサイト界に分かれるとした、エオサイト説。 2005年、国際原生動物学会は、新核生物の新しい分類を発表した。この分類には、輪廻式階級は使われていなかったが、境相当のグループとして、アメーボゾア、オピストコンタ、動物と菌類など、リザリア、エクスカバータ、クロマルベオラータ、クロミスタなど、アーケプラスティーダ、植物の6つのスーパーグループが置かれ、これが、 深刻生物の分類の標準となった。階級を当てはめる場合、これらは、境とすることが多い。ただし、オピストコンタは、従来の動物界と近海を含んでいるので、上階とすることが多く、単純に六階とは言えない。また、これらのいくつかには、当時からすでに単系統制に疑問が持たれており、より細分化される傾向がある。一方、古細菌も、 有利子細菌、クレンコ細菌以外の系統が多数発見されたことで、単純に2系統とは言えなくなってきている。2014年には、それが整理され、有利子細菌界とプロテオコ細菌界の2階に分割する考え方が出てきた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。